こんにちは、ミスターグリーン放送局始まります。新しい PC を買ったので RTX 3070でもっとね、詳しく FPS とか CPU とか GPU がどのぐらい動いてるのかっていうのを、検証していきたいと思います。ちなみに前に GTX 1080で、検証した動画もあるので、気になる方はそちらの方もチェックしてください。バス降下した時の状態とか、敵との戦闘シーンでどんな感じになるのかっていうのをチェックしてもらえればと思います。若干ね、OBS 撮影しながらプレイしてるので影響してきてしまうかもしれないんですけど、そこはご了承ください。で、今の設定なんですけど、こんな感じに立ってます。これ前回と同じだったと思いますが、はい、こんな感じです。では、ソロをやっていきたいと思います。
うわ、そこにいたか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結構ね、240fps で落ち着ける時間が長かったというかね、ちょっとねプレイしながらなんで FPS をちょっと確認してる余裕もなかったんですけど、結構ね高リフレッシュレートでできてたんじゃないかなっていう感じで、あと CPU とか GPU とかのね反応とかも載ってるのでね、ぜひね動画で見た方は参考にしてみてください。以上、今度がよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。